現実創造ってスキルなんですよ。練習をしている人たちが上手くなるだけの話なんですね。現実を作るってものづくりと一緒だから、ものづくりも経験がものを言うじゃないですか、結局は。だから例えば料理を作るっていうものも、初めて料理を作る人と何年も何回も料理を作ってる人とでは、それやっぱり出来上がりクオリティが違うわけですよね。これと同じなのに、現実創造っていうものだけはスキルとして見ない人がすごく多いんですね。で、その人たちが現象をあんまり作れないっていうことを言ってて、で、話聞いてみると、やってない。全然やってない。練習してないじゃんって。2、3回しかやってないのに、やっぱりダメだったとか言い出すんですよ。バカ野郎よ。スキルなんだよ、みたいな。そう。2、3回で上手くなんてならないから。料理2、3回でそんなに上手くできますかって。全然できなくてとか、この法則が嘘だみたいなこと言う人たちって、聞いてるとやってない。本当にシンプルに。